むかしむかし、マール王国にマージョリー一家という悪い魔女たちがいました。マージョリー一家のボスで世界一の美女を自称するマージョリー、根性で何でも解決してしまう根性魔法の使い手ガオ。美しい翼で自在に空を舞うナルシスト剣士クローディア。そしてニャンコと呼ばれる猫たちのご主人様で魔法使いのニャオ。神様や悪魔さえも避けて通るほどの悪名高い魔女たち。これはそんな彼女たちの日常に起こったある事件を描いた物語です。深淵の闇に暗躍する美しき魔性、悪という名の果実に見入られし禁断の存在、華麗にして残虐、妖艶にして邪悪。かの者どもマージョリー一家と呼ばれ、古より忌み嫌い、恐れ敬われてきた。しかしそんな彼女たちにも致命的な欠点があった。揃いも揃ってバカだったのである。したかにゃ、マージョリー様。ぎっくり腰にでもなったんじゃねえのか。おかしい。なんだかいまいち決まらないね。何かが足りない気がする。そういえば今日はにゃんこたちの姿が見えませんね。にゃんこ？ああ、どうせそこらでネズミでも追っかけてるんだろう。そのうち帰ってくるだろうさ、ほっときな。そんなことよりも、なんで今日はバッチリ決まらなかったのかね。お前たち、もう一回初めからやり直しだよ。しかし、次の日もニャンコたちは帰ってこなかった。ああ、
後。やけに部屋が散らかってきたな。そろそろ掃除をしなければ。このクローディアのいる場所は常に美しくあるべきだからな。誰か部屋の掃除を。3日後。にゃんか、この服臭くないかにゃ。もう3日も同じ服着てるにゃん。不潔なんだにゃ。誰か洗濯してくれにゃ。そして1週間後。いまだにゃんこは姿を見せず、マージョリー一家はかつてない窮地に陥っていた。いいかいお前たち、これはマージョリー一家始まって以来の大ピンチだ。今から私が言うことをよーくお聞き。ガオ、お前は食事の用意。クローディア、お前は部屋の掃除だ。ミャオ、お前はみんなの服を洗濯しな。どうしたんだい、なんか文句あんのかい。なこと言ったって、飯の作り方なんてわかんねえよ。さよう。華麗で優美で高貴なこの私が自分で掃除などしたことがあると思いか。そうにゃそうにゃ、ぜーんぶにゃんこの仕事だもんにゃ。しょうがないね。こうなったら最終手段だ。にゃんこたちを探しに行くよ。一匹残らず見つけ出して、料理に掃除洗濯、その他もろもろみんなやらせるんだよ。おお、燃えてきたぜ。楽しくなってきましたね。お仕置きだにゃ、お仕置きだにゃ。Bye.
ダークフォース！お仕置きだにゃ！無限無影客！にゃっはっはっは！にゃおの勝ちにゃ！ギルギル。ダークフォース。ギルギル。
私の虜になりなさい。ふっ、出直しておいで。
ゃ。私の虜になりなさい。ダークボーン。無限無影客。私の名前を言ってみな。またいつでもかかってきな。
ここにいるよ。ご主人様、探したよ、お前たち。さあ、帰ってゆっくりと訳を聞かせてもらうかい。黙ってちゃわからないよ。どうして急にいなくなったりしたんだい。ちゃんと説明しな。それはだね、僕が言うにゃ、おみゃが言うにゃ、おみゃが言い出しっぺにゃ、ほら、おみゃが言うにゃ。誰でもいいからさっさと言い。実はにゃ、実はにゃんこたち、いつもお世話になってるご主人様たちのためにクリスマスパーティーを開こうと思ったんだにゃ。クリスマスパーティー？私たちのために？パーティーの材料を集めるためにガオ様の冷凍庫の中に入ったんだけどにゃ、みんな迷子になっちゃったんだにゃ。にゃんこたちって何やってもダメなんだにゃ。正義の味方と戦ってもいつも負けてばっかりだしにゃ、人間たちに悪さしても失敗ばっかりだにゃ。にゃんこたち、本当はご主人様に褒めてもらいたいのに、迷惑ばっかりかけてるんだにゃ。やっぱり、にゃんこたちはダメなにゃんこなんだにゃ。ご主人様、ごめんにゃさい。お前たち、
バカだね。謝らなきゃならないのは私たちの方さ。今回のことで身に染みて分かったよ。おめえらの大切さがな。やっぱりみんな揃ってこそのマージョリー一家なんだにゃ。そうさ、お前たちはダメなにゃんこなんかじゃない。立派なにゃんこさ。ありがとう、お前たち。これからもマージョリー一家を支えておくれ。ご主人様。そしてクリスマスの夜。クリスマスパーティーなんて何百年ぶりだろうね。地味な性格の私としちゃこういう派手なのは苦手なんだけど、でもま、今日はにゃんこたちに免じてよしとしようかね。素晴らしい。なんてファンタスティックな夜なんだろう。たまにはこういうのも悪くねえな。ご主人様。ん？メリークリスマスなんだにゃ。ああ、メリークリスマス。よし、お前たち、みんな揃ったところでいつものあれをやるかい？マジ
が黒き愛の炎よ、我らに力を、我らに力を与えたまえ、エロイムへ再会叶え叶え、闇の契約エロイムへ、決まった、やっぱりこうでなくっちゃね。